伝えきれないことはきっとわかってるのに、どうして熱は冷めないの。空に舞い手を伸ばして、今日もできなくて、夜中春の部屋で一人きりで泣いた。僕はそんな意気じない世界を歌おう、誰かに歌って欲しかった。東京に来たのは2月の終わり頃で、もっかすべきことは仕事探しだったりする。伝えたいことなんて実は少ないことを、後ろめたく思いながら、なんで繰り返すの、若いふりを続けるの。そんな自問自答、胸をすさまさせていた。僕はこんな丸くなった、猫座が本当の僕だと認めてしまってた。証明できない自分の感情を言葉にしてみても、どこか違う。求めてるばかりの日々だと気づいた。それじゃダメ、変わるのは自分だね。東京を慣れたい恋人はいい、心なくさずにやってるよ。そして前に手を伸ばして、今日もできなくって、7畳半の部屋で一人きりで泣いた。僕はそんな意気じない、しかも歌も誰かに届けてみたくなった。届けていられたら。